はい、こんにちは。えー、てっちゃんはジャーナリスト。いつもご視聴ありがとうございます。えー、人気力士、白鵬の弟子でもある炎鵬。で、前回の動画でね、炎鵬はもう、えー、っとね、今、えー、今度、序の口ね、一番下の階に行くんじゃないかと。それと、えー、親方の資格を取るための、まあ、いわばね、あのー、資格が、 今関取要は大関十両、えー、以上で30場所っていうものに対しては29場所でね前例から言うと親方の推薦があればね29場所でも親方の要は、えー、取得することができると言われてるんですけどえー、っとね栄誉ねあのまあ一つ一番大きいのはねあの えー、親方株株要は年寄り株が手に入らないでこれねあの貴景勝もだし、えー、玉鷲もだし玉鷲なんてもう日本国籍をもう取ってもういつでも準備ができるにもかかわらず親方の要は年寄り株が手に入らないんです。で、えー、貴景勝は、えー、奥さんがね 元北天裕二十山親方の次女ということでね土地とか建物がもうあるのに親、あのー、結局、うん、なんていうんですかね、あのー、年寄り株が手に入らなくて9条9条9条でしょで炎法なんて今もう,もう致命的なねまあ怪我して1年以上たってで今度一番下のくらいの一番下の方に行くと。 でこれね実はね炎鵬はねもう医者から相撲を諦めろって言われてるんですよ。で本人は引退する気はないとかって言ってるんですけどそれはね相撲界にまあ炎鵬ね体格とか顔からするとね相撲界に残る必要ない、まあ、前のブみたいな感じになるかもしれませんけどねちょっとねあのもう、えー、どうもねこう噂とかこう書き込みとか見るとねあの 親方株が取れないとかいうことよりももうね、本人の中では廃業。引退して相撲強化に残ることを諦めて別の道に行くんじゃないかっていうことも言われてますね。で、これはね、おそらく、あの、師匠の白鵬ですらね、親方株がなかなか手に入らなかった。それを考えるとね、もう序の口まで落ちて、いくら人気があってもね、要は、 横綱、大関ですら親方株が手に入らない中でね、人気だけで親方、えー、株が手に入るかっつったらそうもいかないと。となると、豊野あ,あ,あのね、これね、相撲協会ってね、公益財団法人に認定された時から、親、え、方、ー、株、要はつまり、えー、年寄り株の貸し借りはダメになったはずなんですよ、実はね。 まあ、実際裏でいろいろやってるとかあるらしいですけどどうもね炎鵬は廃業を決意したんじゃないかと引退じゃないですよ引退して相撲協会に残らないということをして今その活動に必死なんじゃないかというような情報が入ってきています。